コルネイユや市内に停車中のトランベイクスの路面電車。都市輸送公社は、バルセロナ市内やその都市圏及びその影響を受ける、地域内のいくつかの公共交通機関を統括し、一本化された、運賃設定や運営及び包括的なネットワークの、ための交通インフラストラクチャーの計画、建設などの調整を行う組織である。 将来的な業務範囲の拡大に対する公的な制限はないが、現在の活動領域はおおよそ、バルセロナ都市圏地域であり、バルサルネス、バッジ・リュブラガート、バリエス・ウクシダンタル、バリエス・ウリアンタル、マレズマ、アルト・パナですガラフなどの近隣のコマルカや、さらに、遠方のブラーナス、アルバンドレ、イグアラーダ、 マンレーザといったバルセロナとの間の旅客流動の多い街が挙げられる。都市エリア内はエントタットデルトランスポートにより定められたそれぞれ異なる運賃が適用される。同心円上に区分けされた6地区からなる。以下の交通機関が ATM に含まれる。地下鉄鉄道路面電車、ケーブルカーバス回数券は T-50。50 30を除くすべてが1ゾーンから6ゾーンごとに発売されている。回数券を利用しての入場後、1ゾーンは15分間有効となりにゾーンから6、ゾーンは1時間15分間有効である。ありがとうございます。